さあそれではね、今回はエブリに続いてイーチのお話をしましょう。イーチもねよく使ってるよね。でそれぞれというかおのおのっていうことなんだけども、これはエブリと違って一つ一つこうね、点線をしてね区別していて、見ていくということなんです。全体像っていうよりも一つ一つ見ていくっていうことの感覚があるわけです。ウェブを見てみましょうか。個々のねものを意識ということで1です。品詞は形容詞ですからね、そして、まあ、単数名詞使っていきます。 He has two glasses in each hand。 彼はそれぞれの手にグラスを持っていたということなんだけども、もちろんここにはね単数形です。さあそして、線を引っ張って一つ一つ視点を動かしていくということなんです。この each の感触以外。さあ次の例文を見ていきます。 Each orange in the store costs 50 yen。 このお店のオレンジは一つ50円ですということです。ここにも each の一つ一つのを見ている感覚があります。オレンジがあって、そして一つ一つ区別してね、これは50円だよということね。これがまあ形容詞的にね使われているのが each なんです。で each というのはね代名詞としても動いていくことができるんです。はい、こういう動かし方ができます。 The oranges in the store cost 50 yen each。 each がなくなっちゃうと大変なことになっちゃうので、この後ろに each が入ってくるね、同じ表現になりますけど、意味はねこの後ろに使えるっていうことも表現として覚えてください。 Every と Each、 全体をぐるっと回して一つ一つ見ていく Every、 そして Each は区別して一つ一つ見ていくというこの感覚です。 OK everybody, talk to you later.